ましたので、ちょっと雰囲気違いますけれどもね、楽しんでいただけたらなと思います。それでは行きましょう。聞いてください。鼻かすぐ世界はいつも汚れてる。
嬉しいなと思います。美味しいものもね、いっぱいありますけどね、岐阜もね、美味しいものいっぱいあるね。ありますね。お牛さん、お牛さんとかね、食べたいなって、食べたいなって思ってるけど、まだ食べられないよとかね。何なんだね。それでは聴いてください。それでグッデイ。